アンドルーズ空軍基地はアメリカ合衆国メリーランド州にあるアメリカ空軍の基地。ワシントン DC に最も近い空軍基地であり、第89空輸航空団エアフォースワンが本拠地としているなど大統領関連の特別機の基地である。コロンビア特別空軍州兵も駐屯している。第89空輸航空団格納保険兵舎、アメリカ陸軍航空軍基地であったものが、 1945年に陸軍航空軍に寄与した軍人、フランク・マックス・ウェル・アンドルーズにちなんで改名された。現在では、輸送、兵舘支援部隊が中心の基地であるが、コロンビア特別空軍州兵第113、航空団は F-16 を装備し、防空任務にも備えている。また、ワシントン DC の最寄りの基地のため、アメリカ大統領専用機である。 VC-25 を運用する第89空輸航空団もこの基地を拠点としている。基地の運用は空軍ワシントン地区隊第11航空団の管轄である。なお、日本国政府専用機をはじめとする他国用人の専用機もこの基地を利用する。東空軍基地に降り立った日本政府専用機第89空輸航空団所属の C-32。 同期はボーイング757から200の派生型、第113航空団所属の F-16D。ありがとうございます。